皆さんこんにちは。僕たち3人はこのキャンピングカーに乗って日本を旅する家族です。現在僕たちは憧れの地九州を旅しております。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ごめんなさい、僕に大切にするね。こんにちは、フルタイムダディのセイタです。現在僕たちは長崎県から大分県にやってきました。行く？もう無理か。あ、でも帰り通るんじゃない？また帰り通るか。綺麗な、ね、海岸線を通って佐賀関という町までやってきました。あれか、関アジ関サバ通り。そう、ここへ来た理由はですね、あの関サバを手に入れるためなんですね。この商店街、キャンピングカーが通れそうにないんで、駐車場に停めてここから目的地まで歩いていきます。駐車場やばい、あと3枚ぐらいあるけど、これ結構遠かったね。そう、遠かったです。たどり着きました。ちょっとイメージしてた場所と違うんですが、中入ってみます。あったね。どちらもあれ入ってからキャンピングカーつけて危ない、危ない。はい、ありがとうございます。 OK の大丈夫。はい、ありがとうございます。 OK いいんだ、それが。写真ではね、見たことあったこの海の生けす、目の当たりにして感動しました。戻ってくれてるよ、魚。捕まえてる。こういう感じで買えるのもすごいね。注文してからね、こうやって締めてくれるんですよね。これ以上ない鮮度だと思います。楽しみです。最初ね、ちょっと雰囲気に押されて緊張しましたが、スタッフの皆さん、みんな優しかったです。ぶりかつ美味しそうだ。揚げるだけ。美味しい。やった。この町のおすすめスポット、車中泊ポイントなどいろいろ教えてくれました。そしてこのイケスですよ。関サバの鮮度管理を徹底してブランドを守ってるんですね。そう、結構遠かった。これさ、関サバ通りってもうあとメインだ。多いでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったね、変えて。これ泊まる人いるんだって、車中泊で。車に戻り、早速 RV パークへ向かいました。7メートルまで OK だからね。 RV パークそこだ。
ここ海が目の前で朝気持ちよさそうですね。そして温泉が敷地内にあるのがもう最高です。行ったらさ、ケイちゃんの階段を閉めてね。そう、まだ結構止まってるね、車。そうにしてたよね。じゃあもう一回やるね、うん、ちょっと待ってね、鍵開けるから。ここで靴脱ぐね、ポンちゃん。はい、できます。返して、それ寒いから。返さない。スキップ、うん、いいよ。なんかプリプリしてる。サバのこんないい手に入んないよ。サバのあら汁、これいいんじゃない？いただきます。うん、すごいじゃん。何ご飯？うん。わ、うまいわ。ちょっと感動レベルうまいな。大きくね。大きくね。こっちの方は量食べれる。そうだよね。美味しい。やっぱ美味しいね。青魚がね、すっごく好きで、念願だった関サバ、現地の佐賀の関で食べれたのが本当に良かったです。それにしてもね。あれほど骨が抜けない魚、初めてでした。満足な一日になりました。バイバイ。バイバイ。大好きだよ。大
day. I know, cause everything's going our way today, and we're here to celebrate. And I've been dreaming of a day like this. I got my camera gonna capture all of it. これ買ってみる？ここに入れるんだよね、お金を。It wasn't always like this, but I would never trade the bad for the good times that we had. It's all the same in my mind. I always dreamed of a day like this. I get my camera, gonna catch a roll of it. Strike a pose and take a pic. 'Cause when we're old, we'll look back and think. しないでよ。行くよ、もう。母さん着替えてないからもう行っちゃダメ。じゃ着替えて。そこにさ、パズル置くのやめて。やだよ。なんでやめて。やめて。お腹が空いた僕たちが雨の中向かったのは熊本県にあるそば街道。この辺りはですね、そば栽培に適した標高の高さと、そば打ちには欠かせない豊富な質の良い湧き水によってそば屋が増えていったらしいですね。そしていつしかそば街道と呼ばれるようになりました。早速その中でも評判のいいお店行ってみたいと思います。Countryside, the water so I wait up here, I just let it you know. I wait along the corridor, some would say they see me here. Kawa-chan, please sit down. Kawa-chan, it's dangerous. Do we need to
ってるかな。湧いた温泉いいよ。影の湯。ここ最近で一番天気がいい今日、僕たちが向かったのは飯田高原。こういう日はね、ドライブしてるだけで気持ちがいいです。あれさっきあの人いたね。食べ行こうか。
大きいよ、大きいソフトクリーム。はい、からじゃ、はい、溶けちゃうよ、早くしない。はい、うん、美味しい。うん、してるなっていうのを横目に見てたんだ、実は。見て。